ヒノエトような罪とは、1866年10月、フランス人宣教師の処刑を契機として、李氏朝鮮とフランス第二帝国との間で発生した戦い。ノエトラについては、エトによる記念法を参照。他のアジア諸国と同じく、李氏朝鮮においても近代化は遅れており、近代的な軍隊と最初に遭遇した戦いとなった。しかし戦いは、 文珠山城の戦いと低速山城の戦いに勝利した朝鮮軍側の優位に進み、フランス軍は大きく装備に劣る軍隊によって数倍の損害を与えられ、最終的にフランス軍は敗走した。同時期に発生したゼネラルイコールシャーマン号焼き打ち事件によるアメリカ合衆国の介入を阻止したカノト羊ツジオー、夏美と合わせて沖ノリ大院軍による孤立主義、 排外主義に正当性を与える戦いとなった。こうした孤立路線は10年後に結ばれる日朝修行上規定決まで継続した。沖のリ大院君伝統的に、李氏朝鮮は成立以後、創始国である中国や隣国の日本といった限られた国との限定的な貿易、外交を除いて孤立主義を選び、国際上の動乱と関係することを避けていた。だがそれは、 他国と無縁でいることを保障したわけではなく、宗教面では、キリスト教との急増という事態に直面していた。朝鮮半島には、大神帝国とのつながりを通じて、18世紀後半から、キリスト教の宣教師が定住するようになった。ただすぐにその数が増えたわけではなく、本格的に布教が始まったのは1840年代に入ってからとなった。 フランスの宣教師教会であるパリ外国宣教会は未だに京都が多数を占める朝鮮半島に宣教師団を送り込み、1856年に不教責任者となったベルヌー氏教は3年後には、信徒数が1万7000名に達したと報告している。李氏は、異国の宗教が力を得ていくことを黙認していたが、1864年に第25代朝鮮国王、 アキラ州が崩御すると事態は急変する。新たに前王の親族である構宗が14歳の若さで即位すると、洋君を補佐するという名目で父であり、王族の一員であったリ王が、受教的精神に由来する大員君の称号を得て、事実上の殺傷についた。お気乗り大員君と損傷される立場となった利オは、 息子を傀儡君主として操り、李氏朝鮮の数百年にわたる歴史の中でも特に強権的かつ指導力のある統治を行った。大院君体制の下で、集権的な支配体制を確立すべく様々な改革政策を行われ、並行して、再び伝統的な鎖国、孤立主義体制が選択された。百六十六年に虐殺されて殉教した、宣教師、 ピエール・アン・リドリ。韓国のパリが異国宣教会殉教者墓地。その過程で12名のフランス人宣教師と2万3000名の信徒を抱えるようになっていたキリスト教勢力に対して異国の異教徒として徹底的な弾圧が開始された。また、帝国主義時代のただ中にあってはヨーロッパ列教からの干渉も本格化し、 1866年1月には、ロシア帝国の貿易船が訪れている。宮中にすら力を持ち始めていたキリスト教勢力は、これを機会と捉え、ロシア帝国の南進を跳ねのけるべく、フランス帝国と同盟を結んで、自ら開国すべきだと主張し始めた。大院君は、表面的には、この提案を前向きに検討すると宣言したが、 異教徒になびいた貴族を誘い出す計略であったと考える論者もある。1866年2月、宮殿に召し出されたベルヌー司教は、邪教伝道の罪で王国軍に捕らえられた。アヘン戦争やアロー戦争で、すでに表面化していたヨーロッパによるアジア諸国の植民地化に対する野心、及び同時期に起きた、高州繕による太平天国の乱も、 異国の宗教への敵意に影響したと考えられている。他に、宮殿内での権力闘争、1865年の大飢饉で農民反乱が危惧されたことも要因に挙げられている。ベルヌー主教を、ピエール・ギュスター・ブローズ裁判の結果、12名の選挙手段のうち、ベルヌー主教を筆頭とする9名が処刑が命じられ、キリスト教に回収した住民も虐殺された。 あとに1984年5月6日になって、ヨハネ・パウロ2世はフランスワ・ツカサドラ9名の伝道師を殉教者として劣勢することを決定している。宣教師と信徒の多くは説刀山で処刑されたと伝えられている。1866年6月、除名された宣教師の一人、フェリックス・クレール・リデルは、朝鮮住民の信徒たちに助けられて脱獄し、7月には、 カイロを使って、清市帝国領内の天津にある、フランス疎開地まで逃亡に成功した。そこでクレールは、フランス極東軍の指揮官であった、ピエール・ギュスターブ・ローズ海軍少将に助けを求め、ローズ少将は、キリスト教徒への弾圧に加えて、在外フランス人の通告なき処刑は国辱に当たる、として、介入を約束した。北京の中流大理工士、アンリ・ド・ベルネも、 ローズの行動を支持し、正式に朝鮮王国への軍事行動が決定された。背景には、形式上、新国皇帝の風神である朝鮮国王によるキリスト教や在外フランス人の弾圧を許せば、いずれ天津支配にも影響を与えることが危険視されていた。ベルネ代理公使は、フランス政府に何の相談もせず独断で外交権を発動して、 清帝国の総理各国事務モ門に改選に関する使者を送り、またピエール・ギュスターブ・ブローズ少将指揮下のフランス兵600名と二日軍の極東艦隊に遠征命令を出した。遠征についてローズ少将は以下のように述べた。彼らは9名のフランス人を処刑した対価として9000人の死で償うことになるだろう遠征命令を出されてからほどなくフランス軍は 自らの準備不足に戸惑うことになった。海軍は直ちに正解権確保に動こうとしたものの、周辺の海図を十分に用意していなかったために、出港できず、またそれ以外の情報も欠如していた。結局、ローズ少々自ら朝鮮半島付近の沿岸調査を指揮せねばならない事態となり、特に首都である半寸付近の調査が行われた。調査の結果として海図が手に入ったものの、 予定していた首都への強襲上陸は困難であると結論された。代わりに、ローズ少将は、ハンスンの沿岸部にある高架島を中心とした観光一帯を占領することで首都の封鎖を行い、これによって、李朝側の謝罪や賠償を引き出そうと計画した。一方、北京のベルネ代理講師は、講和条件として、朝鮮王位のフランス皇帝への上位という、 実質的な保護国家を要求しようとしていた。この考えは後に、フランス皇帝ナポレオン3世の賛意を得て、正式に、フランス帝国からの要求として、理長に突きつけられた。アドミラル・ロゼによって指揮された、フランスのフリゲート艦、ゲリエール。フランス艦隊の指揮官で、韓国への自行動を行った。1865年頃の長崎港での写真。 1866年10月11日、ローズ少将が指揮するフランス極東艦隊は、遠大市からフリゲート、ケリエールと通報艦、キエン、チャン、デルレード、砲艦、ルブルトン、タルディ、コルベット、ラプラス、プリモゲを出航させ、さらに日本の横浜港に駐屯させていた部隊から海兵300名を抽出した。フランス軍遠征隊は、 総勢で800名程度の要員から編成されていた。10月16日、海兵170名が高架島に上陸して観光を結ぶ要塞を占領し、やがて島中心部を占領下に置いた。占領軍は町から金塊や宝石などの財宝を奪ったが、その際に数千人分のマスケットを武器庫から発見している。ローズ少将は少ない手勢のみで、 本格的な戦争を行うことが非現実的であることを悟り、首都周辺の封鎖に専念するのが賢明と判断した。だが、高下島から観光へ行軍した部隊は、先回りしていた朝鮮軍の頑強な抵抗に遭い、首都封鎖、包囲に失敗した。10月26日、文殊山城の要塞の占領を試みたフランス軍、分隊120名は、 反正婚式の要塞守備隊530名による反撃を受けた。退治した朝鮮軍は5倍近い数で、この反撃によって、分隊の3分の1が死傷する壊滅的な打撃を受けたフランス軍は退却を強いられた。再度攻撃したが、フランス軍は朝鮮軍の防衛戦を破れず、観光封鎖を断念して、高下党選挙に専念する状態となった。 焦りを深めたローズ少将は条件を引き下げて残りの除名された戦況師2名を解放すれば撤収すると申し出たが朝鮮側は提案を黙殺したその間にも沿岸部からは続々と朝鮮軍が戦力を動員しているのが報告され11月9日にフランス軍が3度攻撃を決断した時には朝鮮軍の守備隊は1万名にまで膨れ上がっていた 両県主相機関の朝鮮軍は、低速山城戦闘で再び、フランス軍分隊を配送させ、冬の到来と、朝鮮軍の相次ぐ増派を前に、ローズ少将はもはや戦闘継続は不可能であると結論した。時同じくして、普段の戦況士が戦闘による混乱を利用して、逃亡したとの報告も、撤収の口実とされた。戦いは、朝鮮軍の勝利に終わり、 敗れたフランス軍は、高架島からも撤収して天津など他の根拠地へと敗走した。朝鮮側は8名の損害しか出さなかったが、フランス軍は彼ら自身の報告でも38名の死傷者を認めている。ローズ少将は戦闘の中で行われた高架島や観光周辺での略奪や破壊行為で宣教師たちの復讐は行えたと弁明したが、在留フランス人たちは、 不十分な結果に落胆した。彼らは再度の遠征を要請したが、成功の可能性から実行に移されることはなかった。朝鮮ではフランスへの戦勝で孤立主義を唱えた大院君の威信が高まり、その後のジェネラルシャーマン号事件と、かのと羊をなつみ、さらには日本との対峙へとつながっていった。他にフランスの略奪によって、 外継承格に保管されていた王室関係記録、外継承格図書が持ち出され、フランス国立博物館の朝鮮美術における重要所蔵物として保管されていた。韓国政府は略奪美術品の返還を求め、2010年になってフランス政府が交渉に応じることが報道された。2011年6月、 ニコラ・サルコジ大統領とリアキヒロ大統領の合意によりすべての外継承核図書が韓国に戻され、現在は韓国国立美術館に保管されている。ただし、フランスが韓国に長期対応するという形式であり、所有権は今もフランスにある。ありがとうございます。